夜もですね、センシル可愛い奇世界ファッションと癒されるミラクルの声さんの時間です。改めてね、しっかり、アプリさんの題名をね、お伝えしましたよ。ねえ、なんとね、センシルさんの、アプリ名、ねえ、リニューアルされておりまして、ご存知でした。今現在ですね、可愛い奇世界ファッションと癒されるミラクルの声という、題名になってるんですけども、いやー、本当にね、私もだいぶね、楽しくプレイさせていただいてるんですけども、この名前にいつから変わったのかな2周年ぐらいからかな。なんかセンシル公式さんのね、ツイッターアカウントさんがあるんですけども、2周年ありがとう。奇世界ゲームアプリ、センシル公式アカウントだよって書いてありますんで、多分2周年ぐらいから変わったんですか、ね、やっぱり一番気になるのは、癒されるミラクルの声っていう部分ですよね。これはね、絶対こう、次のお話のショーに絡んでくるんじゃないかと睨んでおりますよ。いやーでも、皇帝研究会の面々とか、ね、ユズピーとか、登場キャラクターの素敵なボイスのことかもしんないですよね。癒されるミラクルの声ってどういうことなんだろう。本当にね、毎回動画の冒頭で言うたびに気になっております。そんな感じなんですけども、いや、今夜もね、見てくれた君、見てくれている君、マジ。あざさざ、くどきたい勢いで愛しております。癒されるミラクルの声をここでね、体現していこうということですよ。一応ね、題名がね、ご覧になっていただいている通りなので、ね、イケボでお送りしております。なんて書いてありますんで、ねえ、こう多少はね、題名に寄せていかないと。果たしてね、この題名で、おって思ってくださった方がね、どのぐらいいらっしゃったかってのはちょっと、ね、わかんないですよ、とにかくね、ご覧になっていただいて、楽しんでいただければ、もうそれでもうやったぜって感じです。そうですね。今夜も見てくれた君が、もし、目の前にいらっしゃったら、一緒に、スパゲティ食べに行きませんかと。お誘いしたいぐらいですよ。いやー、本当にね、パスタも最近食べてないのと。一緒に丸々したいとかですね。一緒に何かを食べに行きませんかとか。そういうのがなんかこう、なんだろう、特徴的なご挨拶というやつになってる気がしないでもないですけども。いやー、でも私はなんかこう、もっと分かりやすいのがあった方がいいのかなとね、最近思っております。何か、ないかなそんな感じですね、今回も、張り切って、可愛い、ミラクルな声を、癒しのボイスで、お送りしてまいりたいと思います。今回もですね、私のこのコーデをご覧になっていただきまして、そして、レールまでやってまいりました。本当にですね、更新頻度が早くてですね、こう、毎度毎度、びっくりしております。そんな感じですね、今回の私のコーデテーマは、夏、もう夏ですよ。本当にね、最近夏に入ったと言っていいんじゃないだろうかという、気温が続いておりまして。いやーなんかついついね、こう、薄いというか、開放的というか、みたいなね、コーデがしたくなりました。さあ、そんな感じですね、今回のコーデアイテムをご覧になっていただきましょう。メンのバクちゃん、シルバーチェーンリング、イチゴジャムネイル、魅惑なレース、スパイシードール、アイスリュックサック、スターライトテイク、ブルージュエル、リアリング。続けていっていくとすごい、早口言葉感あるね。この動画をね、撮ってる時も、こう、だいぶ噛んでるですね。ねえ、この動画をね、ご覧になっていただいてる時点では、その部分をね、カットしたものがアップされてるわけなんですけども、ねえ、その再生時間をね、一度ご覧になっていただきたいんですけども、その再生時間よりも、10分ぐらい長く撮っております。1.5 倍ぐらい長くね、撮ってるんですよ。ねえ、噛んだところとか、あと、この話、いいかなみたいなね、ところをね、カットしておるんですけども。なんすかね、それぐらいの、編集というか、なんすけども。それでふと思ったんですけども、私のね、この動画、シリーズっていうか、ってあれっぽいっすよね。ね、半分動画で、ね、こう、半分配信みたいな、ね、そんな感じがしますね。そう考えるとなんかこう、新しい感じしませんか？ねえ、こうやってね、こう、なんだろう。チャンネル価値を上げていこうみたいなね。そして、ラブキャロ、スマホ輝く、オーラメランコリース。そしてですね、今回大注目のアイテム、こちらですね。オフショルフリルトップスと、ネモフィラデニムショート。やっぱ暑いので、こうできるだけね、薄いにしたいというか、そういう感じでですね、オフショル&このショーパンというわけですよ。なんか見返してみるとですね、結構私、あれなんですよ、スカート系のコーデが多かったので、今回はね、そのパンツ系の、アイテムを使おうと決めておったんです。なんですけども、やっぱり長めの、丈の長いパンツになると、ちょっとね、やっぱり暑そうだなっていう、ね、感じがありまして、やっぱりね、ショートパンツになりました。あとはですね、アクアピチューサンダルかな？
ですね、ブラッドエミリー、ガールクラッシュノーズ、フラワーローズと、怯えるおててという感じですね。ねえ、この中でもですね、怯えるおててに関してはですね、先日ギフトさんでまたいただきまして、マジ。あざす、あざす。ねえ、本当にね、ありがたいです。本当にね、動画内で使わせていただくだけじゃなくて、ありがとうございますっていう、俺のね、メッセージとかも送りたいんですけども、センシルさん内ではですね、そのメッセージ機能とか、チャット機能みたいなものがですね、ちょっと今のところなくてですね、なんかそういうメッセージ機能とかあるとですね、なんかこう、お礼を言ったりとかね、言いたい時とかにすごく便利だなと思うんですけども、ねえ、でもこう、そういういいとこと、悪いとこがありますんで、ねえ、こうちょっと難しいところですよね。こんな感じですね、今回の私の工程でございました。ねえ、もう夏っぽいよね。だってもう、暑いもん。もうちょっと暑くなったら、丸坊主のね、子が映っているアイスが美味しい季節になりますよね。いや、今年はどんぐらい暑くなるのかな？去年だったかな？一昨年だったかな？ねえ、なんか日中40度ぐらいあった、ね、夏の日がありましたけれども。いやー、あそこまで暑くなってほしくないな。というですね、今回も、例のあれをやってまいりたいと思います。例のあれ、限定ガチャをやってまいりたいと思います。先週さんのガチャはですね、更新が追い早いということでですね、最新の可愛いが光の速さでやってまいります。ねえ、さあ今回ね、どのガチャ引いていこうかな。白むく日より行ってみますか。今回はこのね、SR の着物当てていきたいなと思いますね。いやー、でも当たんないんだな。さあ早速アイテム見てまいりましょう。まずはですね、これなんていうの、夢絹織、織の、ね、まあとにかくなんとか着物です。もうついなんとか着物って言っちゃったよ。あ、でもすごい素敵じゃない。あんまりね、着物の着方っての詳しくないのでね、えリアルでもあまり着物って着たことないですけどもね、着ても着た方はね、みんな着物いいよってねえ言うもんすから、ちょっと興味ありますけどもね。しかし着物か、なんか着物を着るときに、そのどこだっけな、脇の下あたりだったかな、胸の下あたりだったかな、をですね、こうキュッとね締めると顔に汗をかかない。書きづらいらしいっすよ。ねえ、なんかこう豆知識。これからね、暑くなってきて、いやー、顔からすごい汗出るんだよね、みたいなね。方ちょっと試してみるといいかもしんないです。そしてアイメイクですね。せせらぎ。いやー、これも素晴らしいやん。いや、こういう和風のメイクって結構鮮やかな紅が入りますよね。ねえ、いやー、なんかアイメイク。もう、なずかさん、毎回アイメイクと髪型って言ってる気がする。ねえ、今回着物が欲しいんでしょ、なずかさん。ちょっと浮気しないでよ。ごめんごめん。そしてですね、次はモダン打ち掛け。へえ、モダン打ち掛けなのかな。今映ってるのとまた違うんですけども、これ別物なのかな、それとも進化したらこうなるのかな。ちょっと押してみますか。ポチ。あ、なんか別物なのかな。へえ、これはこれで素敵ですけどもね。続きまして、キーからの祝福。これなんか前衛的なもので隠れてますけれども、初夏を感じる素晴らしい背景ですね。いや、背景でもいいな。ねえ、やっぱこう動画映えをね。ねえ、ちょっと考えていきたいですもんね。そして続きましてヘアスタイルですね。これなんて読むんだろう。読むの諦めちゃってるじゃん。いいのそれで。なずかさんいいのそれで。いいんじゃないかな。さあ、こちらは映ってる通りの髪型ですね。へえ、なんかこれも進化したら変わったりしないのかな。まして、こっから R になりますね。和傘を広げて。いやー、和傘っていいよね。なんかおしゃれでね。おしゃれな傘、さしてる方を見かけると多いなってね。ねえ、思いますもんね。なんかおしゃれな和傘一個欲しがありますね。そして次はですね、祝福の紙吹雪。へえ、これもなんかこう動画映えそうっすね。あれだったらこれがいいかな。そして、和柄すりガラスの玄関。これ玄関だったの？玄関だったんだ。へえ、こう縁側がある和室ってあるじゃないですか。そこにこうついてる障子かと思った。へえ、玄関なんだ。組紐ガーター付き、長旅。へえ、こう発想がね、見たことない。いや、旅が2層になるってちょっと考えたことないですもんね。いやー、すごいアイディアっすね。そして、金箔舞い散る灰色の絨毯。あー、これはなんだろう。真ん中、ちょっとあって。背景と前衛は今だったけども。真ん中出てきた？そして次がナチュラルワレース髪飾り。いやー、めっちゃいいじゃん。そして真っ白草履。いやー、ちょっと待って。これカラーがめっちゃいいよね。ね、この白って言ったら白だし、ピンクって言ったらピンクみたいな。いやー、絶妙な色してるね。いやー、今回どれ欲しいかな。本当に今回どれがいいかな。いやー、まずはね、SR は着物って言ってましたので、ね、着物が当たって欲しいな、ということで、R はどれがいいかな。いやー、この真っ白草履が結構、今回ビビッときましたね。いやー、でも草履 R だから当たりそうな気がしますね。さあ、引いてみましょう。
お、ちょっと待って、服やったぜ何それ、すっげえ、やったぜ最近のパートではこう毎回ね、こうこれ欲しいなって言ったのが当たってる気がしますね。いよいよこう運気上がってきましたね。いやー、宝くじが楽しみだな。そんな感じですね。ねえ、今回もですね、いい感じの時間、通っておりますので、ねえ、ここで一旦くんくりとさせていただきたいと思います。今日もここまでご覧いただきまして、マジ、あざます、あざます。いや、本当にね、最近動画をね、ご覧になっていただけるっていうのは、すごくね、難しいなと思っておりますので、本当にね、ご覧いただけるっていうのがね、いやー、もう嬉しくてたまんないっすよ。マジ、そしてですね、こちらの方が先週3の相手の私のプロフィールになっておりますので、ねえ、ぜひね、フレンド登録の方もよろしくお願いします。お願いします。さ、 YouTube で毎日先週やってるなずかです。よかったら動画も見てみてね。チャンネル登録もよろしくね。というわけでですね、ぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。ねえ、右下の方にね、ちょっとボタンがね、あるんで、そこら辺からちょっとで動画をね、ご覧になっていただきまして、もうちょっと楽しいかななんてね、思っていただけたら、ぜひね、チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。ぜひですね、登録いただきまして、応援してくださいね。ですね、コメントをしていただきまして、私と交流いたしませんか。ねえ、一緒にね、このチャンネルをね、賑やかな感じにしてまいりましょう。そしてですね、高評価も100個ぐらい押していただけるとありがたいです。こんな感じですね、私はまた、次の動画、イヤさん、次の夜に、またお会いしましょう。ねえ、次の夜会う時でもですね、手洗いうがいをして、気をつけていただいて、ご飯をしっかり食べて、そしてですね、あとは心の栄養だということで、また次の夜に、ぜひお会いしましょう。それでは、お相手は、あなたの夜のお友達、私でした。それではまた、次の夜に。